チェスにおける、フールズメイトは、最初の状態から、最短の手数で罪に至る手順である。2、ムーブチェックメイト、とも呼ばれる。冒頭の罪は、以下の手順である。F3E5g4?QH4 手順前後やポーンの位置の違いによる、バリエーションが、数通りある。フールズメイトは、白が非常に誤った刺し方をしなければ発生しない、ためこの名が付けられている。 とはいえ、初心者レベルの対局でもこの形の罪に至ることは少ない。ティド VS デルマー 18966RH6? 白はこの後2手で詰ますことができる。同種の罪は対局がもう少し進んでから起きることもある。例えば、1896年のフランク・メルヴィン・ティードというジン・デルマーの対局では、ダッチディフェンスからこの罪が発生している。 同様の罪はフロムギャンビットから発生することもある。一例は以下の手順である。1F4E5 に G3XF43GXF4QH4 さらに講義にはフールズメイトという言葉は同種の単手数の罪全般を指す。1E4 グラム5に D4F63QH5 のような手順がその一例である。 基本的なフールズメイトのパターンは、詰まされる側が F、G 列のポーンを前進させ、邪魔がいない斜め方向からクイーンで詰ますものである。フールズメイトが報告された事例としては、1959年のマスフィールドとトリンカによる3手のものがあるが、おそらく作り話であると考えられているさらに、講義にはチェス類全般の同様な形の最短手数による、みを指す。 例えば、プログレッシブチェスにおける、フールズメイトは 1E42F6g53QH5 という手順である。ジョアッキーのグレコ VS 対戦車、不明 8BG6 同種の手順が、ジョアッキーのグレコの1625年の著作にある。将棋においては、処刑から6手で罪に至る手順が知られている。この手順は、ルール上積んでいるが、 先手には抵抗の余地がある。以下は、初刑から7手であと、手玉を詰ますパターンの例であるが、他にも複数ある。ありがとうございます。